私は明石市の泉市長が大好きです。しかし、アンガーコントロールできません。再発防止のため何か彼にアドバイスをお願いします。彼は血統が下がっているのではないかと思っています。性格って割とその人の、性格がよほどひどいこととか、その洗脳とかのない限り変わらないですよね。泉さんはいい土地なので、自分を変えることは難しいなというふうになったんだと思うんですよ。ただその泉さんの政策自体とかやり方自体は正しいよねというのは社会に伝わってると思うので、アドバイザーはやると言ってらっしゃるので、なのでその日本中でその泉さんをアドバイザーにするような地方自治体ができて、泉さんのやってるような政策っていうのが日本中に広まるっていう形で、その泉さんが直接市長、首長をやらなかったとしても、その同じような思いを持つ人が社会にこう首長になってって、社会を良くするというのは続くんじゃないかなと思います。というわけでお疲れ様でした。Thank you.